はい。取ってます。もういっぱい、駐車場もいっぱいいっぱいでした。見つけるのやっとでした。ほとんどこの青いブルーの野菜がね。あ、ブルーだね。ネイゲツインブルーですね。これがはい。上のここ？はい。高速寺ね、紫陽花の、長谷寺のすぐ横ですね。歩いて4分ぐらい。はい、ね、境内に入ってまいりました。はい、静かでね、鉢植えでいっぱい並べた。おっとっと。門の外のね、紫陽花の方がよう咲いてました。中はね、鉢植えでいっぱい育てている最中っていう感じね。うん、その門の外のところがね、綺麗に咲いております。はい、大悟さん来ました。鎌倉の紫陽花で長谷寺と昨日もね何軒か行って、長谷寺人混みでした。で、まあついでと言っちゃうんですけどね、鎌倉といえば鎌倉の大仏さん、はい、もうじきに移りますよ。今境内入ってきました。おお、子供たち小さい時に1回来たけどね、あの下にくぐって枕のところ。あ、入れないなんてね、ダメね。もう入れね。これ昔入れたの。そうそうそう、入れたのね。コロナでね、ダメね。ここ入れたんだけどね。はい、残念でした。入れません。背中もまだ入ってるわ。大仏さんのね、背中の奥にちょこっとアジサイが咲いてましたね。ちょこっとね、ちょこっとね、アジサイできたもんね、鎌倉にね。あ、大仏さんに会ってよかった。一緒です。大笑い。大仏さん、鎌倉大仏さん、やってまいりました。そう、込み込みじゃなかったな。大仏さんね、長谷寺はもう込み込みだったけど。はい、大仏、奈良じゃないわ。鎌倉大仏。鎌倉の大仏。じゃあじゃあ、バイバイ、バイバイ。はい、どうも。